フランシスコ・スワレス。フランシスコ・スワレスは、スペインの神学者、哲学者、法学者。イエズ・スカイ氏。1548年に、グラナダで生まれ、16歳で、サラマンカ大学、イエズ・スカイに入り、哲学、教会法、神学を学んだ後、セゴビア大学、バリアドリット大学、アビラ大学、ローマ大学、サラマンカ大学、コインブラ大学、 グレゴリアン大学など多くの大学で講義し、春秋博士と呼ばれた。オッカム派の有名論が台頭して、スコラ学が崩壊した後に、トマス・アクイナスの学説を中心に、スコラ学を総合的に体系化し、進学、哲学、法学にわたって大きな影響を与えた人物。アリストテレス、トマス・アクイナスの系列からなるスコラ学を集大成し、 中世と近代の学の橋渡し的役割を果たした人物で多くの人物に多大な影響を与えた。哲学の分野では、デカルトの政策第四答弁では、スワレスの刑事上学的討論に、また、バークレーもスワレスの類比論に言及がある。ライプニッツやクリスティアン・ボルフ、カントにも影響を与えたとされる。法学の分野では、人民主権論、 社会契約論、自然法論、国際法の基礎を築き、グロチウスに多大な影響を与えた。ありがとうございます。